はい、どうもタレです。ということで、今ですね、私は今鹿児島市は、フレアスポーツランドに来てます。鹿児島市のね、南の方にある、公園というかなんですけど、ラグビー場とかサッカー場とかソフトボール場とか、まあ、スポーツ施設ですね。プールもあるのかな。はい。でちょうどね、やっぱり今日4月1日なんですけど、まあ、4月1日ちょうど鹿児島今桜が満開なところも増えてきて、ここも桜が満開だということでちょっと出てきました。で今から桜を撮って TikTok で桜月を BGM に動画を上げようということで、今から写真を撮影、映像を撮影してきますということで、じゃあ行ってきますね。綺麗だよね、桜、本当にね。でこれをですね、縦型でいろいろ縦とか横とかいろんな角度で寄ったり引いたり歩いたり回ったりしながら何カットか撮っていきます。はい、ということで帰ってきました。はい、ですね、まあ、ここからはスマホを使いながらになるんで、ちょっとですね、画面を、この画面を録画しながら、TikTok 作る時の、まあ、僕のやり方をね、ちょっと紹介しながらやってみようかなと思いますんで、お願いいたします。一応 TikTok の、欅の種ってあるんですけど、YouTube とは基本連動はあんまりしてません。ね、全く関係ないことやってますが、なので、まずは、スタートですね、プラスボタンでいきます。僕の顔はどうでもいいんですけど。はい、エフェクトかけるとこんな感じになるらしいわ。で、今日使うのは、まず楽曲やりましょう。楽曲は、桜月ですね。桜月、はい、桜月を使いますと。そして、アップロードっていうところありますので、アップロードを押すと、撮った写真が出てきますね。とりあえず使うやつを入れていくんですが、基本的に入れるときに、まあ、気をつけておくといいなっていうのは、使う順番、入れる順番をイメージしながら入れていきます。で撮影している素材を見てもらうと分かるんですけど、引いた絵、寄った絵、中間の絵っていう風なものをまずしっかり撮って、でそれもいろんな角度違いとか、あとはミドル、中間のやつなんかは例えば歩いて撮ったりとか、こう振りながら撮ったりとか、引いた絵もそうですね、なんかをしとくといいですね。はい。で、順番でちょっと入れていきますね。これ入れて、こっちかな。そして一回これを挟んで、これが多分あれなんで、こっちを先に行ってもらって、1、2、3で、1、2、3、で、4、5、6はどんな感じかな。ちょっとこれで一回行ってみましょうか。もうこれだけでもね、もうそれなりに絵にはなるんですよ。ね、これでもいいんですけど、まあ、やっぱり編集したいんで、僕の場合はね。なので、まず編集の方に行きます。そして、ちょっと順番変えますね。これを、こっちに行きましょうかね。
で、一回、これがちょっとな、逆光が強いな。あ、でもこれ使おうか。これを前に入れましょうかね。よいしょ。はい、で、使いどころですね。頭がまず短くして、これ振り下ろしを作ってるので、振り下ろし始めにして、で収まりを伸ばしてあげるね。これぐらいかな。いいですね。でこれをちょっと長めに、一番綺麗なアングルなので、ここ伸ばします。よいしょ。ってなると、これちょっと待ってくださいね。もう一回いきますね。大体32秒ぐらいなんですよね。よしよしよし。で、これがですね、これが回転なんですけど、この辺からスタートして、この辺ぐらいまで行きたいかな。これをもっと歩かして、結構これは使えるん で最後ケツを伸ばすと。こんな感じでしょうか。ちょっと頭からいきましょう。ちょっと長いんで、ちょっと詰めて、で順番を変えましょう。こっちを先に。こっからでいきたいよね、本当はね。だから、まあいいや、一回これで保存しますね。はい、でこれですね。で一応 BGM はこっちでは切ってますけど、一応聴けるようになってますね。じゃあエフェクトいきましょうか。これの例えばですけど、まあちょっとこうテイストを変える意味でいくと、例えばね、まあこういうのを使ってみるとかね。でもこれだと結構しょぼいんで、基本的にはあんまり僕は入れないと。こういうの、あ、こういうのいいですね。これ入れときましょうか。そうですね、ちょっとこれだけ入れときますね。あんまりたくさん入れるとね、面白くないんで、はい、あとは文字をちょこっと入れときましょうかね。これをThank you.
で、まあ、あんまり大きくなくていいんで、ちっちゃく、よいしょ、 OK、 いいんじゃないですか。はい、でカバーを選びましょう。いろいろ作っておきたいですね、あとはいいですね。で、下書きにしといて残しておきましょう。はい、でこれで、一応あとはこの YouTube 動画が上がるタイミングでやってみようと思いますね。でこういう風にして僕なんかはそのまあカスタムしてね、自分でこうあんまりエフェクトかけずに撮っていきますけど、まあ撮影自体は5分ぐらいかな。で、まあ、7、8カット取っといて、で、使える使えないは後でね、帰ってきてから判断すればいいですんで。で、こういう風にして。で、使いどころっていうのも、多めに撮っておくと使いどころがたくさんできます。例えば、歩いてるシーンとかは結構長めに18秒ぐらい撮ってるよね。だったりするんで、うん、そういう風にしてやるといいかなと思いますんでね。皆さんもぜひ、なんだろうな、まあ、せっかくこう今桜、まあもう早いところは散り始めてますけど、まだ桜残ってると思いますんで、桜坂の曲を使ってね、桜をこう TikTok に上げるね、これだったら自分映らなくてもできますんで、盛り上げていきましょうやね。だからポイントとしてはもう2つです。多めに長めに撮っておくっていうのと、あとその桜を撮るにしても引きミドル寄りっていうこの3つを使うっていうことですね。ちなみに僕はAndroid 使ってますけど、レンズがここに3つありますね。これサイズが違うね、ズームが違うんで、で iPhone とかも今4つこう四角でついてますよね。でそれでこうレンズを切り替えつつやってみてくださいね。で今はね何回でもできますんで、撮り直しもね、それも意識しながらやってもらえるといいかななんて思ったりいたします。はい、なのでこの動画が上がってる時には TikTok も上がってますんで、 TikTok ももしねアカウントある方、まあアカウント持ってない方もせっかくですからね、桜坂も今やってますし、積極的に TikTok 上がってますから、見るついでにアカウント登録してみたらいかがでしょうか。 Twitter があればいけるかな、 Twitter アカウントがあれば連動でいけると思いますんでね、合わせてよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でバイバイ。